昼公演ありがとうございました。昼公演前髪パッツンで出たんですけど、あ、崩れるわってなって沸きました。やばい、時間がないんや、オールアップまで。やばい、いろいろ先生にいろいろ聞いたり、ご飯食べたり着替えたりメイク直してもらったりしてたら、あっという間こんな時間って感じ。やばいやばい、明日成人式、明日成人式なん？20歳ってこと？え、でもね、私の代から18歳で成人式みたいななるんちゃいましたっけ。食べていいですか。うん、うん、なんでこんな肌白く見えんの？何もつけてないですよね。ガチで。なんかエフェクトで明るさは明るくしてたりしてるけど、何もつけてないからこんな白。なんで？なんで？マジでなんで？あ、黒着てるからか。だから。だからなんかね、目を大きくとかいろいろあるんですよね。歯を白くみたいな。目を大きくしますか？ほら、これ最大。これつけてない。初めてつけたの。おもろ。宇宙人やがな。八木星さんと喋った。うん、挨拶した。お名前聞いて。そう、あ、違う、え、やばい、ちょ、公演や、え、緊張してきた、やばい、公演前にショールームあかんで、緊張するわ。じゃ緊張してるわ。今日公演、夜公演行くよって方いらっしゃいますか？聞いてすぐコメント来た。初のビルビアで公演入れて、うん、おめでとう、嬉しい。待ち、あ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 、おこげ、なんか入れたらよかった、ちょっとだけ。お疲れ様です。はぁ、うん、やばい、え、めっちゃ緊張、もう緊張、もう見ちゃう、緊張する、え、あ、もういや、もういや、今日な、もうパニックやったんですよ、朝から緊張しすぎて。マジで、もうやばい、ろれつも回らんし。昼公演ってマジで緊張する。なんか昼なんか、あ、自分にじゃあうまくいかんかったなってとこを夜直したいのに直せんかったとき悔しいから、考えすぎちゃって、あ、しんどくなりそうになるから、冷静に冷静にやらなあかん。なんか入れても緊張する。うん、ウィルビーアイドルとか初日迎えた公演やのに、初日なんていうんですか、研究生公演自体の初日を迎えた公演やのに、何回もやってるはずやのに緊張する。あ、シェアしてない、ツイッターに。シェア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 、え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 、27分になったらランキング読みします。はい、もうさ、もうオールアップまでのギリ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 マンや。緊張して泣きそう。変な顔じゃないですか。眠くてね、お正月って眠くなりますよね。あ、やばい、画面映ってなかったんや。へえ、あくびやよ。はあ、全
然。何の話しよっかな。誰だっけ。ちゃんとつむじ映ってた。画面が揺れてる。これあのスマホが揺れてる。立てるやつが。でもあの八期生さんのセンターやってはった子、高橋さえちゃん合ってますか、がそうブログに書いてくれてて、私のこと、あーかわいいってなった。みんななんか同い年の方とか年上の方もいらっしゃるけど、なんか全員まとめてかわいいってなる。なんか親戚の子供に久しぶりに会った感覚のかわいさ。なんかあかわいいって、先輩ぶってるとかそんなんじゃなくて、なんかもうかわいいって、なんかみんなかわいいな。やっほー、余裕がない。やばい、めっちゃ緊張して泣きそう。ほんまに泣きそう。写真撮ってないし、今日自撮りしな。やばい、緊張する。あかん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 、緊張、やばい。でこれ昼公演前もやってた。昼公演前もメイクさんにずっと、はい、緊張する、息できんって言って、てるポジションやのにね、スコアなってきた急に、うん、お疲れ様です。身長伸びてないです。でも測ってない、1年前ぐらい、1年前の身長測定の動画以来。あれって何年おきに測った、測った。キュマートの衣装で測りました。嘘、伸びてなかった。結局152センチのまま伸びてないですよ。あれはユニークですか、ファニーっていうんですか、面白いですね。直訳したみたいな日本語喋ってた。はい、頑張りましょう。え、やばいよな、オールアップ腰で。前髪増やしたんですよ。増やしたって言ってもそんな多いわけじゃないけど、ちょっと増やした。27分になって教えてください。もう27分とかそういうオチですか。全然24分でしたね。大丈夫。楽しかった。喉大丈夫？うん、元気。喉をいたわって、頑張ります。なんかいろいろ不安、怖いな。え、おかんが言った、おかんが言うにはなーやん。おかんが言うにはなぁやん。めっちゃおもろい。あれですね、あれ何だっけ、あれ何だっけ、小学校の時に集めたやつ、ベルマークか。はい、とベルマーク配りますか。配ってください。
寝る寝る寝る寝の二の粉ください。オッケー。じゃあ私あのパチパチみたいなやつください。3番揺れてる、これやの。頑張る。全然慣れてないですよ、何も慣れてない。27分になったらマジで教えてください。行かないとダメだから。ふう、これわかん、めっちゃうまいんですよ、輪ゴム飛ばすやつ。カチッ、いいですか、カメラに向かって。ほらマジでうまいんですよね、これ輪ゴム銃選手権つけて1位取れると思うから。あ、ごめんなさい、先端恐怖症の方、ごめんなさい、ごめんなさい、マジごめんなさい。こんなん洗濯恐怖症の方恐ろしいな、マジでごめんなさい。崩れないように。27分、はい、ランキング読みします、いきます。13位、ケイさん、ありがとうございます。12位、ユウアットマーク、ラビット、キツツツキ、キツネかと、カワウソ父さん、ありがとうございます。11位、杉蔵さん、ありがとうございます。10位、ケンさん、ありがとうございます。9位、野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。8位、あやねちゃん、ありがとうございます。7位、隊長さん、ありがとうございます。6位、たつにいさん、ありがとうございます。声ありがとうございました。5位、ピピーさん、ピピー、ありがとうございます。4位、みんなの白米さん、ありがとうございます。3位、あらけんちょびさん、ありがとうございます。あくびがおいでこいやや、はい、3位、あらけんちょびさんです。2位、みょんさん、ありがとうございます。1位、鉄メガネアットマークからあげまよしさん、ありがとうございます。15分経ってないですよね、でも3分も2分も変わらんってことで、はい、オールアップまでそろそろってことで、お手洗いにも行きたいということで。15分経ちましたよね、だったよね。夜公演も頑張るよ。お疲れ様でした。終わるぜ。